どうもこんにちは、吉本プラモデル部福岡支部長聖丸です。今回作りたいのはですね、こちらのリアルグレード05機のデラックス陽電子砲セット。なぜこちらかというと、実はあの前にこちらを作っておりまして、これもリアルグレードの初号機ですね。この輸送台セットのやつ、これ見えづらいかな、一応グラデーションをかけてやってます。こちらに陽電子砲を構えさせたいなってずっと常々思ってたんで、今回その初号機の、あ、初号機じゃないか、0号機か、0号機の陽電子砲セットを作ってこいつに構えさせたいと考えております。では早速作っていきたいと思います。はい、それでは箱の中身を見ていきたいと思います。組み立て説明書です。で、僕ですね、リアルグレードを作るとき、ほぼほぼ合わせ目って気にしないというか、ほぼほぼ本当に気にならないので、仮組みはもうしないで作っていきます。なのでもうランナーごとに切り出して、で、表面処理、あとは塗装ですね、していきたいと思います。では早速切り出していきます。僕いつもこのタミヤの薄刃ニッパーでゲートを残しつつ二度切りをいつもしてます。まずは A パーツのランナーから切り出して、で、この後僕のマストアイテムなんですけど、ゴッドハンドさんのなんか欠けちゃったんですよ、落っことして。で、これ右手用を僕いつも左手に持って、左利きなんでですね、使ってて、右利き用なのに実は左手で持つとすごく使いやすくて、こっちが左手用なんですけど、どうもですね、左手用なんだけど右手用の方がすごく使いやすくて、あ、ここはアンダーゲートになっておりますね。やっぱさ、カメラで撮りながら細かい作業するのって難しい。こういう風に落としていきます。で、これ新しく欲しいんですけどなかなか買えなくて、ネットで見たら8000円とか9000円とか、もう転売屋さんが誰が出すかっていうような金額で出しとるから、もう迷惑極まりない。
こんな感じでゲート処理はしていきます。はじめの方で合わせ目が気にならないって言ったんですけど、この陽電子法のですね、方針の部分、これが、まあ、これもはめ込ん、これをはめ込んで、でこういう風になっちゃうんですね。やっぱりどうしてもこのライン、ここのライン出ちゃうんで、これ後はめ加工をしたいと思います。で後はめ加工もこれすごく簡単な工作で済むので、ノコでぶった切ってやって、合わせ目を消したこのグレーのパーツに上からはめる、下からはめるという風にしていきたいと思います。はい、ぶった切ってやりました、これをと、まあ合わせ目を消した後ですね、こういう風に感じではめてあげて、これも同じようにもうバッチリじゃないでしょうか。これね、ムニュッとさせて、綺麗に消していきたいと思います。はい、各パーツのゲート処理終わりました。で、洗浄も終わってます。であとはあの塗装の準備していきます。で今回 RG なので塗装は極力少なめでいきたいので、サフはなしでいきます。この内部にあたる部分は、メカサフのスーパーヘビかなを使って、それに少し黒なりなんかちょっと混ぜて調色してできたらなと思います。はい、あらかた、塗装が終わりました、内部の部分ですね、メカのとこはメカサフスーパーヘビーにブラックをちょっと混ぜて、ちょっと色味を強くして塗っております。あとこの、ごめんなさいね、手の部分もグラデーションかけて墨入れをしてます。であとちっちゃなパーツなんですけど、これはもう艶消しを拭いてるだけです。
と白いパーツですね、これもグラデーションかけてます。で黄色いパーツですね、こちらもですね。あと今回からちょっとこちらを導入しました、山善さんの食器乾燥機。これが乾燥終わり次第お楽しみの組み上げをやっていきます。はい、組み終わりましたので、デカール、リアル、リアルじゃない、リアリスティックデカールをこれ貼っていきたいと思います。で今回はこのメタリックな部分のシールはもう貼らずに作りたい、貼りたいですね。一回初号機作った時貼ったんですけど、ちょっとなんかイメージと合わないかなと思ったんで、今回貼るのはやめます。はい、あらかたデカール貼り終わりました。あんまちょっと細かいところにも指示があったんですけど、もうそこは貼ってないです。もう目立つところだけ貼るような感じで、僕あんまりペタ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 するの好きじゃないんで、まあ必要最低限ですね、貼っております。でこれから、艶消しをバーッと拭いていこうと思います。消しも終わったので早速組み上げていきたいと思います。なんて言ってもね、この組み上げていく時ってやっぱ楽しいですよね。
はい、今回のリアルグレード0号機いかがだったでしょうか。全部塗装しようと思ってやったんですけど、やっぱりちっちゃいパーツはグラデーションちょっと僕のテクニックじゃ、難しいかなと思って、もうツヤ消し一択です。大きいパーツは、グラデーションかけて、綺麗に、塗れました。あと組み上げの時ですね、やっぱりクリアランスの問題で、やっぱりパーツこうはめ込むところですね、やっぱキチキチでしたね。キチキチなので、ちょっとヤスリで、落として、はめやすくして入れてます。あとは途中で山善さんの食器乾燥機購入したんで、これからちょっとペースアップできたらなと、思っております。あとはそうっすね、今回の動画自分で、編集してみました。ちょっと見苦しいとこも多々あるとは思うんですけど、今後ちょっとこれも慣れていきたいなと思います。なので、この動画見られた方、そうですね、そのこういうとこはこうしたがいいよとか、こういう見せ方がいいんじゃないとかあったら、教えていただけたら、それを参考に、動画を作りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。また、次の、作品も作ってますので、次回楽しみに、待っててください。それでは、良かったと思われた方、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。